信させてくれてありがとう、ありがとう。素敵なおしゃべりを聞いてくださって本当にありがとうございます。なんか楽しみにしてますっていうお声聞いたりして嬉しいですね。今日はねちょっとお知らせがいっぱいあるので、はい、まずは新商品のご案内です。はい、新しい CD 運が強い人っていう、はい、CD が出ました。これは京都で行われた、松井陽子さんという方が主催した CD で、音声もとってもいいんですけれども、なんか この間松井陽子さんが、サワカにたまたま来てくださって京都から、横浜へそう、その時のエピソードが面白かったんですけど、この時参加した人数を青函さんがズバリ言い当てたっていう。あ、そうでしたね。ねー、そうで、青函さん何人だと思いますって言ったら、108人とおっしゃって、なんだろうね、それもすごい話で、まあ、いや新商品が発売されて、それを紹介する月の沢会に松井陽子さんがいらしたっていうのはすごいんですけど、まあなんか不思議でしたね。はい、それこのカバーはまたピコさんが書いてくださって、なんと本邦初公開、青函さんの上半身、ニューヨークシーン、ニューヨークシーンが見れますので、はい、詳しくは、肩まで、肩出し、肩出し、青函さん、なで肩、どんな肩ですか、なで肩ですホームページにね、可愛い絵が載ってますので、で内容もとってとても多岐にわたって、はい、なんか青函さんが病気されて、その病気さえも楽しんでるっていう、そう入院生活の憧れの入院生活なので、ねね、本当になんか楽しそうに話してますよね。明るいように明るい方へ明るい方へ目を向けてたっていうのがとってもよくわかる。病院でのエピソードがあったじゃないですか。ありましたね、みんなでいいのかな、もう話してみんなで青函さんの豊明の病院に お見舞いに行った時に、青函さんが、皆さんでお昼だから、もうご飯食べてきたらいいですよって、素敵なレストランがここにはあるからって言って、で青函さん一人の、私は行かないからみんなで食べてきてらっしゃいって言って、あ、そうですかって言って、じゃあ失礼してみんなでご飯食べてきますって言って、素敵なカフェでね、お茶してご飯食べてって戻ってきたら、なんか雰囲気が違うんですよ。で青函さんは布団を首、顎のところまでつけて、かぶって、で手も出さずにこうやってやって、顔だけ、目だけこう動かしてるんですよ。であらって、青函さんなんか部屋の様子が変わりましたよねって言って、そしたら青函さんが目だけ動かして、わかりましたかってニヤって笑って、模様替えしてたんですよ。一人でお一人で、私たちがいない間に、椅子、ベッドを真ん中に持ってきて、ぐるっとみんなが囲めるように片側だけだったから、やってたからね。そうそう、で最初窓側にくっついてたんですよね、ベッドが。でそれがね、青函さんが一人で動かしてて、でそれ私ね、わかりましたかって、すごいたずらっこみたい、マッサージも皆さんしながらね、ぐるっと囲めて、もうなんか嬉しそうに、なんか可愛かったですよね。思い出が、青函さんだなって、そんな一人でそんなエピソードひらめいちゃったんですよね。こっちにこう映せばみんながいいって、そうそう、ぐるっと囲めるからって、すごいすごい ね、そんな思い出が入院生活にありましたね。そんな入院のね話もしてくださって、ですね、はい、それとじゃじゃんじゃじゃん、もう一つはありがとういっぱいおむすびちゃんラインスタンプ発売です。見せてるんだけど見えない、もう超かわいいんです。これは
ね、あの伊豆の生活そうアイデアで、ね、生感想で、あのおむすびをいつも生活さん、うんうん、美味しそうに頬張ってて、私たちもう何百個って作って、もうとにかくあの騒会終わったらおにぎりタイムだったんで、うんうんうん、お腹空きましたって、その時の様子をね思い出して、うんうん、あのSKP の紹介でもおむすびを出しているので、うんうんうん、おにぎりに猫のシールを最初ね、うん、あのピーコさんに作って、あピーコさん作っておにぎりはピーコさんピーコさんが作って、あのシールはピーコさんが作っていただいて、それを貼ってって、あのスタンプもあのできれば作っていただけたらって言ったら、もうすごい楽しそうに書いてもらって、なんと海苔の部分にありがとういっぱい、あのご飯粒のありがとうがいっぱい、あの見えないんですけど、ありがとうびっしり入ってるので、ね、もう送っただけで自分も相手ももうありがとうでいっぱいになるようなスタンプですとか言って、ありがとういっぱいですそれを記念してシールもできました、かわいい、シールの方はね、はい、あの使いやすいように、うん、嬉しい楽しい幸せの言葉はそのままで、うん、ありがとうとありがとうございますになってるので、はい、うん、使いやすいと思います、はい、年間を通して使える、ね、おむすびシリーズでございます。ほんと見てるだけで顔が心じゃない、ほっこりしますよね、ほっこりして、これも詳しくはホームページに載ってますので、私ショップさんからご購入できますので、ぜひご覧になってご注文、概要欄とか楽しんで使ってください。そしてなんと、そしてそしてジャ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 届いたばかり、本日届いたばかり、なんと特別編、小林正観さんエピソード集、そばで見て聞いて学んだ正観さんのすごい言葉、すごいって伸びてるんですよ ね、 そうやっと世に出ました、本当にやっとでございます。これは本当に奇跡としか言いようがない。あの元ね、2008年当時の SKP のスタッフさんが、はい、うん、十何名かいた、ね、いた時にね、15、6名くらいいた時のスタッフさんがみんなでこう原稿を書いて、正観さんが全部目を通してくださったっていう、奇跡の内容、うん、なんですよね。本当はこれをもとに一般の書店さんから出版する予定で、編集まで途中まで行ってたんですけれども、ちょっとあのボリュームが少なかったり、いろいろ生活も途中でね、うん、あのお亡くなりになってしまったので、うん、頓挫してた、そうですね、お蔵入りしてたんですけれども、うん、今回今までねエピソード集をいっぱいね、うん、10冊出しているので、うん、そういう形式にしてはどうかという ね、 うっていうね、編集のアイデアをいただいて、そう、それをでもこの原稿まで見つけたっていうことが、ね、すごいよく思い出しましたね。そう、ホームページこうずっと、うんうんうん、ものすごい数のホームページなので、うんうんうん、あれ原稿があるじゃないって思って、ね、これをちょっと世に出して、いただけたら、うん、今回はねあの一般の公募もあったんですけど、うん、そちらの方はちょっと載せることはできなくて、うん、本当大変申し訳ないんですけれども、スタッフだけ の、 あのちょっと原稿にはなってしまうんですけれども、うんうん、それをやっぱり世に出したいなと思って、うん、スタッフならではのご指導編がいい、うん、そうな、よくぞ聞いてくれました。今じゃとても聞けない、あの、うん、正観さんのもともと発案で皆さんで書いてくださいみたいな感じになったんですよ。それだからもう私たちみんなもう正観さんと交換日記してるような気分で、正観さん読んでくださるんだ、正観さんが読んでくださるから、もう正観さんのすごい言葉ならいっぱいあるみたいな感じで、もうみんな聞きとして書いてたんですよね。こんなこと言われた、あんなこと教えてもらった、そんなことはもう一生のうちにあるかないかわからないって思って、正観さんも嬉しかったでしょうね。だって私で思い出にあるのは、うん、あの SKP のスタッフになって、うん、男と女はこんなに違うっていう本が伊豆の青函荘の時に、うん、あの出版されて、うん、で私たちスタッフで行った時に青函荘から読みましたか、うん、どこはよく、どこはよく、まだ読んでなかったんですよね、出たばっかりでね、もう私一番最初の人のやつをざっと読んで、うん、ここが良かったですって言ったんだけど、もうやっつけなどがバレバレだったっていう、うん、でもすごい喜んでくださったっていうね、ねえ、いやだからその他にはって言われた、その他には
自分前川さん実際に自分が書いたのをやっぱり読んでもらいたくて感想を聞きたかったそうですね、ですよね。いやだからこの原稿を読んだ時は正川さん嬉しかっただろうなって思いました。本当にそれでね、あの、このカバーは斉藤節夫さんが書いてくださって、ね、そして、関東弦が高島亮さんの言葉、うん、はい、言葉を寄せてくださって、で最後に終わりに迎えてで奥様の小林久恵さんが原稿を書いてくださって、編集は私仲間の方がしてくださって、で皆様のおかげさまで今日できました、ね、すごい、ありがとう。ピカピカ光ってますよ ね, ね, ね。このサトルさんの絵が素晴らしい、輝いて言って、ね、この色、この絵のエピソードもなんかそうそう、ね、あるよ、サトルさん の, このどうしてこの絵ができたかっていう表紙の言葉っていうのもありますので、あるんです。あと後ろの、そうだ、後ろの、ぜひ写真が聖火さんの4枚も、ね、なんか聖火さんならではのポーズがあって、うん、ちょっとお見せできないんですが、そうなんですよ、でぜひ手に取って、本当これはすごい、ね、この写真のうちの1枚がご購入された方に漏れなく、そうそうそう、歌ショップさんからね、ご購入いただいたらプレゼントでおまけについてきますので、素敵な写真ですよ ね, ね、あの奥様の久江さんも、そうそう、私もこれ欲しいっておっしゃってますね、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 それがついてきますので、お楽しみに待っててください、はい、それと、はい、まだあるんです、じゃじゃーん、じゃじゃーん、Zoom の、メンバーシップに、ね、ご入会いただいた方、はい、いただくと、メンバーシップの方のみなんですけれども、2月13日バレンタインの前日3時から、うんうん、ズームバレンタイン会があります。あ、はい、そう、そしてこのスマホの、うん、あの背景画像のプレゼントちゃんのね、ありますの、おむすびちゃんのプレゼントに、はい、ありますので概要欄見てください、はい、見てください。それから SKP サロン、こちらも毎月行ってるんですけれども、今月は2月16日金曜日3時からですね。お待ちしています、はい、毎回いろんな楽しいお話聞けますので、うん、ぜひご参加してみてください、はいはい、それから青函塾師範代高島亮さんによる長者様養成講座、もうすでにね長者様になってらっしゃる、うん、そう、すごい、ね、結果がね皆さん出 て, て, 出てるんです、すごいですよね。11日の月曜日3時からありますので、はい、こちら前、今度は何に変装してくれるんですか、素敵なコスプレで、あの、はい、登場していただいて、ね、またゆるーく、ゆるーく笑顔いっぱいの、はい、楽しい温泉に入ってるような会ですので、そう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 、ぜひこちらもご参加、世界中からご参加できます、はい、それから、鶴田真理子さんのお話し会旅先案内人、4月、次回は11日の木曜日ですね、2008年のハワイ旅行、ハワイ旅行ですね、ピーコさんも参加してたんですよね、2008年も行きましたね、あらら、ピーコさんの若い頃の写真、若い出ちゃうかしら、今も若いですよ、水着姿が ビキニ出ちゃうかもしれない、メンバーの詳細はあのホームページに載ってます、ね、載ってますのでご覧になってみてください。それでは、うん、今日は何をお話ししようかなと思ったんですけれども、うんうんうん、友達っていうことで、うんうん、この間ラジオを聞いてて、うんうんうん、あの今日のブログにも書いたんですけれども、うんうん、あのゆきともって聖火さんよくおっしゃってたんですけれども、うんうんうん、たまたまそのラジオで投稿してきた人が、あのランニングをする仲間がいて、うん、でランニングをする仲間が熱中症で倒れて、うんうんうん、で救急車で搬送されることになって、うんうん、で彼女意識はあるんだけどこう朦朧として喋れない状態だから、うんうん、お友達の方が付き添って乗っていったらしいんですけれども、うん、その救命救急士の方に質問をいろいろ、電話番号はどこに住んでるんですか、うんうんうん、旦那さんは、うん、旦那さんの連絡先は名前はとかいろいろ聞かれても何一つ答えられなかった、うん、でこれで友達って言えるんだろうかっていうのもあって、で私もああそうだなと思って、うん、セカンさんの友達っていうところの書いてある書物をこう見つけ、うん、あの作品が、うん、作品が
あるので、それで調べてみたら、やっぱりその遊び仲間っていうのが聖火さんの定義としては友ではなく、こういうこの人生について語り合ったり気づきを与えてくれたりっていう、そういうのを友と言うんですよっていう。友の定義は素晴らしいですよね。あ、そういうことかって、その気づきを与えてくれて、そして自分の気づきを相手にも話せる、そういう同じ方向を向いてる友じゃないとこの話はできないよねっていう。だから騒会に来る方たちもきっとそれを話したくて、認めたくて来てくださってるのかなっていうのを感じるんですよね。あのこの間いらしてた方が、その自分がなんかこう信じきれてないのか、そのい、なんて言うんでしょう、自分の思ってることが、あのな病気とかにしても良くなんなかったりして、ありがとう言ってるのになとかっていう話をしてたら、その騒会に同じ参加されてる方に、あなた信じてないんじゃないのって言われた、でハッと気がついて、その方も軌道修正して良くなりましたっていう方法ね、お話ししてくださったんだけど、その面白いのはさ、それをアドバイスしてくれた方が一度も聖火さんにお会いしたこともなくって、言った方、相談された方はずっと聖火さんの講演会に出てらっしゃるから、ね、でもそのあのアドバイスしてくださった方、毎月毎月聖火さんの講演会に CD を買ってくださって、見て聞いてくださって、 DVD も見てくださって、もう本当に心の勉強を芯からやってくださって、やっぱりこれコツ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 こう積み重ねていくっていうのはすごい大切なことだなと思って、ね、騒会もほぼ休まず参加で、ね、お会いしてなくても、あ、ここまで分かるんだなっていうのが、真髄が分かっちゃうっていう、そうだから聖火さんが聞いて知ったのと実践するのとは違うって、聞いただけ、知っただけは、あ、違いますって、おっしゃってましたもんね。なんか会うたびにあの嬉しい話をしてくださる方とそうでない方っているじゃないですか、こう2つ方向に分かれて、あそこが痛い、ここかってこう言わないと、あれって思って、そうだからやっぱり楽しい話とか、歌し焼きの話、嬉しい、楽しい、幸せ、役に立つ、興味深い話をしてくださる方って、あもっと聞きたいとか、そう聞いてて楽しいから、ね、そうで、ね、あの時にたまたま同じ年代の男性の方が同じ電話をスタッフにしてくださって、また似たような感じの内容、執着、ここ捨てられない、自我を捨てられない、すごいねっていう、ね、なんか引き寄せちゃったのか、そうこの2人多分同じぐらいの年代で、でまたその最初の方は毎回かかってくると同じ、ぐるぐるぐる、何年もですよ、ね、もう聖火さんがご存命だとか、だからあの聖火さんと出会って、それで終わりじゃない、そう、ね、実践をして自分で噛み砕いて気づいてまたやって、アップデートしていくかどうか、あれなんだけど、あのお釈迦様も、アーナンダがこのお釈迦様が亡くなる前にその悲しがってたら、私の体に頼ってはいけないっていうね、本当に今騒がに来てらっしゃるとか YouTube 聞いてらっしゃる方も9割方聖火さんにお会いしたことない方ばっかりじゃないですか。やっぱりそういう方たちが本読んだり CD 聞いたり DVD 見たりして、自分で気づいて自分で実践して、それをやっぱりやって、まあお釈迦様の時代も一緒だと思うんですけど、やっぱり そこに尽きるんですよね。いやだから本当にあの自分自身も同じ DVD 見たり本読んだりしても CD 聞いても毎回感動するところが違うじゃないですか。でも毎回聖火さんってすごいって思っちゃうんですけど、毎回なんかあーってこう気づくところが違うから面白いなと思って、でもあの聖火さん講演会で、あの言ってらしたのは、もう聖火さん自身が毎回100人100人100人のこう講演会場じゃないですか、
どうやって友と認識するのかっていうと、もう顔と名前が一致した人は友ですって言ってたから、うん、あ今 LINE を使うから、うん、もう分からないんですよね。電話番号も分からないし、うん、住所も分からないし、うん、その話を聞いて、あ自分もそうだなって全然分からない、うん、でも顔と名前ぐらいは認識できるけど、うん、いろんな人に会いすぎて何が何だか分からない顔と名前の認識も一回で覚えたやっと分かる、うんうん、そう3人いるから連想ゲームでこれこんな感じだったって あの辺に座るそう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 この話をしたかったと思います。私その星冠さんがその顔と名前が一致する人っていうのが友人の定義だったのを聞いた時にすっごい嬉しかった。なんか覚えてない星冠さんなんか目の前に座って、うん、あじゃあもう友って思ってくれてくださって、うん、ありがとうございます星冠さん。それでもう星冠さんの友人でいられるんだって思ったらなんかすごい嬉しかった。名前を聞いてピッてそれぞれの顔が浮かぶって、うん、もうそれでいいんですよね。どの方だったかしらっていうのはまだまだですね。いや私も何回かあのその高島亮さんがプレシードで東京で主催してたのと、それから埼玉のとあの東京の他のやつとこう講演会何回か通ってるうちに名刺をくださって、はいはいはい、で私の名前も教えてくださいって言われて、うんうん、そこからねサインに並ぶと、うん、私の名字をこう、うん、何々さんへって書いてくれるようになって、うん、あだからやっぱりこう、うん、顔と名前が一致するまでに星冠さんも、うんこうね、何回も来てくれて、ね、ちゃんと見てくださってたんだなと思って、うん、なんかあのレストランとかこう覚えてほしいとこ、うん、お店とか、うん、3回連続で必ず行くんですっていう人がいて、えなんでですか、うん、名前とか覚えてもらいたいからって、ここ好きなお店だここ好きなあれだなとかって思ったら、うん、もう本当に通う相手が多分覚えられない、ねうん、たくさんお客さんがいらっしゃるから、うんうん、確かにあなるほどねって、それはすごい賢い、ね、今すごくよくわかるあの沢会に来てくださった方のそうそう3回連続とかね、本当そうすると覚えられますもんね。あとなんかすごく強烈な印象そうそうなんかもう面白いこと言うから言いたくなるそうそういうとこちょっとお洋服特別に派手だったりとかねえそれは大事だなって思いますよね。だから星冠さんが毎日毎日100人100人100人の講演会に毎日行かれてて、その中で人を覚えていくってどんだけ大変なんだろう、よほどの強烈なものがあったりいつも来てくださるなっていうのがあると覚えられるんだろうなと思って、ねね、初めて星冠さんにお会いした時にその次の次をたまたまあのキャンセルする方がいて、たまたま私に入れさせてもらった時あったんですよ。で1日置いた次の日だったかな、うん、翌日ではなかったと思う、うん、なんかそしたらやっぱり覚えててくださってて、うん、ああこの前もいらしてくれましたねみたいな感じでやっぱり覚えてくれて、うん、その次にもう一回行ったらなんか完全に覚えてくださったから、うん、3回はダメ、だから1回と2回は大きいって言ってましたよ。そう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 そ行かれなくなっちゃったから行ってくれるいいってもちろんですみたいな感じですごい嬉しかったのを覚えて、本も紹介するけど本人は実際来たことなくて、その紹介された本を読んだ方がここに来てくださったりっていうことも多いですよ ね、うん、その人だから紹介するためだけの役割というかね、今別の方を追っかけてるとかいう人もいますもんね、本を紹介するだけして、うん、でもこれだけやっぱり集まってくると前ねあのショップさんやってましたとか前は来てましたってまた新しくまた戻ってこられる方とかまたやってるんですねとかって言ってるとあすごい嬉しいなと思って、ねうんね、続けててよかったですね、そう思い出してくださって、ね、今年もまたあの6月にお礼参りがあったりして、うん、ここでも、ね、1年に1回しかお会いしなくても、うん、あー久しぶりっていう感じ で、うん、で初めての方でもなんか昔から知ってるお友達のようなこう、うん、
なんていうのかな、柔らかいあったかい空気が流れるね、うん、温泉に、ね、本当だから本当に良き仲間を聖火さんが残してくださったんだなと思ってですね、ありがたいですね。本人いなくてもそこで盛り上がってくれると嬉しいってね、そうそうおっしゃってたから、おっしゃってました、ね、そうそうそう、あの入院する時もそうでしたね、私がいなくても、うん、お弁当食べて皆さんで楽しんで話してくださいっていう、うん、その一番最初の入院の時の、うん、あの5時間講座、あそうだ、大阪の時に、うん、ね、それもあるし、お礼参りの時もね、最後のお礼参りね、ご一緒させていただいたよ、うん、あと、うん、あのたまたまね主催の伊藤さんっていう方が、聖火さんが生きてる、あ来てくださる限り続けますって言ったら、うん、違いますよって、私がいなくても続けてくださいねって言われたっていう、そうそう、だから、ね、でもあの言葉があるからこそ今もね続けてくださって、ねちょうどお礼参りあるんですか、うん、そう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 、やっぱりね前に出られてた方でしばらく離れてて、うん、であのまだお礼参りやってるんですかって言って、で今年は出たいからお礼参り大盛況ですよ ね、 ね、すごいですね、まあ、瀬川さんが生きてらっしゃった頃の勢いみたいに、うん、もう人が集まってきてるので、今に600人になっちゃうじゃないですか、ね400弱ぐらい、うん、440過ぎた、そっか、なのでもう、もう今年すごいんだろうなと思って、ほんとほんとね、うん、はい、そんなこんなで、はいはい、いいお時間になりました、はい、今月も聞いてくださってありがとうございます、ありがとうございます、また撮っていきますのでお楽しみにお待ちください、ありがとうございます、ありがとうございます、辛い時のおかげで幸せ感じる時くる、幸せありがとう、ありがとう。